清水秀人の主張、監督にプロ選手の経験を求めるな。もういや、これ全部ぐさぐさきましたね。まあそのいろんな要因はその本番の一発の大会でいろいろあるんですけど、ええ、もう全てに共通して、どんな大会でも共通しているのはやっぱり決めるのは指導者の質だと思うんですよ、ええ、選手というのはやっぱどの時代でもいろんな人が出てくるんですけど、それをどう伸ばすかっていう指導者の質がその国のサッカーの強さを決めるんですけど、今のところ日本ではその指導者を正当に評価するシステムがないんですよね。でそれが一番如実に現れているのが、プロ選手の経験のない監督にチャンスが全然与えられないっていうことなんですよ。これ海外スポーツ別の例で見ると、例えばヨーロッパのサッカーだと、まあ、ザケローニさんももともとホテルの経営者で、まあ、そこからセリエ C っていう下からあの結果を出して少しずつ認められて、あのステップアップしてきて、で最終的に今の立場にまで来てるんですけど、まあ、モーリーニョなんかもそうですよね。あの選手時代に名がなくても、この監督としてのまあそのマネジメント能力ですよね、言葉で選手を引っ張る、賢い戦術を組み立てるとか、そういう力っていうのは評価されて監督として名を挙げているんですけど、日本はまだ選手として名を挙げた人がそのまま監督になるっていうケースの方がはるかに大きくて、であのすごく如実なのがあの SQ ライセンスっていう、まあ、J リーグとか代表で監督やるために必要なライセンスがあるんですけど、これ年間20名ぐらいしか試験を受けられないんですよ。でその枠のほとんどはその元選手で埋まってしまうんです。だから若い人が海外ですごくあのトップクラブで勉強してきたとか、そういう経験を積んで日本に帰ってくるんですけど、ライセンスを取る場すら与えられないんですよ。その枠が20しかないから、ね、っていうのがあって、すごくその指導者に対する評価がいびつだなっていうのはもうずっと感じていること でそういう中でやっぱチームは強くならないと。だからもう引退した選手なんかでも少なくとも3年はこうチームについて指導スタッフとして経験を積んだ後でなければライセンス取れないとか、そういうふうにするべきだと思いますし、まあ、そういうところで、まあ、あの昔ドイツ代表にローター・マテウスっていたじゃないですか、はい、で引退後に監督になったんですけど、まあ、全然実績上げれずに、今ではドイツ3部のクラブですらマテウスを欲しがらないっていう状況 でそれが正当な評価だと思うんですよね。名選手か何しも名監督ならっていう。そうです、そうです。総力って意味では、まさにそういう監督のね、資質も含めてまだ足りないっていうのは間違いないですよね。さっきでワールドカップ総力問われるわけで、もう露呈しちゃったわけですよね。そうですよ。正直今日本人監督がって叫ぶといるんですけど、全然その気持ちわからなくて、今 J リーグを見ても面白いサッカーっていうのは大体外国人監督ですよ、 J1 のサッカーなんて。で、まあ、面白い日本人監督といったら風間八宏さんぐらい、川崎のっていう風に見てるんですけど、まあ、そういう中で日本人に対する正当な評価もないまま、でこの、まあ、メインストリームは外国人監督がやってる J リーグの中で、なんで代表が日本人なのかって僕全く理解できなくて、まだ学ぶ立場にいるなと僕は思ってます。そのやっぱ元代表選手たちっていうのはその S 級ライセンスを取得する際にも、まあ、優遇されてるんですよ。で彼らが取りやすいのはやっぱそのサッカー あの現場以外の仕事で ある程度解説者とかスクールとかの仕事をやりながらなんで、ある程度その S 級ライセンスで取るまでにすごく時間がかかるん で、まあ、それをできると。ただそれで現場でしっかり指導してる人たちはそういう S 級ライセンスを取るにしてもなかなかその時間がなかったりとかっていうのが現状なの で特にやっぱそのあと日本だとそのスペインであるとかそういうなんかドイツであるとかで帰ってきた指導者の人たちっていうのがあまり正当な評価を受けてないなっていう気がしますね。やっぱその J クラブとかでもそうやってまあ要は肩書きをまあ持ってくるわけじゃないですか。だけど与えられる職場は本当に子どものまあスクールのコーチぐらいしかなかったりとか。五郎さん、それって何かサッカーの世界だけじゃなさそうですね。まあ、海外組が出されるっていうね。だから海外スポーツ僕言いましたけど、実はメジャーリーグベースボール、野球でもやっぱりそういう選手じゃない人は監督やってるんですよね。でもプロ野球であるかって言ったらないですよね。サッカーだけじゃなくて日本の特徴で、指導者っていう職業に対する理解評価がおかしいんですよね。それは国としてあるかもしれないね。相撲の親方かもみたいな。教育は国の柱って言うじゃないですか。指導者はやっぱサッカーの柱なんです、全然別ですか、選手とね。言葉の力って、まあ、鹿島のオリベイラなんかはね、まあ、よく喋るんですけども、それが言葉の使い方が上手いですよね。選手持ち上げたりとかって。それってやっぱり全然選手と違う才能で、だからそこのね、選手のモチベーション上げたりとかっていう意味でのちゃんと理解がないなと思います。おさらいで言うと、その、清水さん的にはザッケドーニは OK だった。ザッケローニはどうですかね、いい監督だと思うんですけど、まあ、日本人に対するリスペクトがありすぎたのかなっていうところはありますし、遠慮しちゃったってこと、はい、もう一個は、まあ、岡田監督の場合とかだと、すごく科学的に血液とか見ながらこの選手コンディションいいかどうかっていうのを測ってたんですけど、最終的に顔で見てたんですよ、表情。
こいつ今いい顔してるから明日いいプレーできるとか、スタメンを決めるときにそういう感みたいなのがあったんですけど、ザックさんはあんまりそういうのもなかったみたいで、割とそこは長谷部に状態をよく聞いたりして把握しようとしてたので、その辺でのザックさんクラブをずっと率いてた人なんで、年間のリーグ戦で何ポイント上げるかって世界で大体やってきた人なんですが、一発勝負の本番っていう勝負師的なところはどうだったのかなっていうのは、あともう一つ考えられるのは、やっぱ日本人の状態をしっかり見れるのってやっぱ日本人だと思うんですよね。でさっき清水さんがその監督に日本人はまだ厳しいんじゃないかという話をしたんですけども、例えばアシスタントコーチとして監督と選手をつなぐ役割の人が入っていってもいいと思いますし、今回アギレジャパンにはテグラモリさんが入ってるんですけども、彼もオリンピック代表の監督に専念するタイミングで離れてしまうので、その後日本人がそのいわゆる主要なコーチングスタッフにいなくなってしまうんですよね。そうすると本当外国人の要はファミリー、コーチングファミリーだけで決めることになるので、そこをちょっと鍵握りそうですよね。うん、ジャパン、これまでもオシムさんがなった時には、反町さんが、北京オリンピックの監督でしたよね。でオシムさんのアシスタントコーチについたんですけど、でオリンピックのタイミングでやっぱチーム離れちゃったんですよ。でザックさんの時も関塚さんがついてたんですけど、やっぱオリンピックのタイミングで離れちゃった。で今回もそうなるのかならないのかっていう、そこのこの日本人アシスタントコーチっていうのは今回重要なポイントになります。どちらかというと代表コーチの代表監督の勉強をさせる場として今アシスタントコーチをさせてるんですけども、そうじゃなくて本当にちゃんとこうアギーレに今選手が調子いいよとか、ちょっとメンタルが良くないよとか、こういうの戦い方をしたらいいんじゃないかっていう真剣にできる人っていうのをポストとして置くべきだと思います。ぶっちゃけで言うとオリンピックと A 代表で選手の引き合いになっちゃうんで、なるほど、そうなるとなんかこう居づらくなっちゃうんですよ。それから一つお伺いしたいんですけれども、クラブチームからピックアップして、つまり一番強い日本の一番強いクラブから、で何人かをこう主要メンバーをピックアップして代表を作るというのは発想はどうですか。難しいと思うんですね。難しい、やっぱり選手の差が絶対ありますね。例えば、ドイツはバイエルンが今回だって、6人ですか、出してますよね。前回もスペインはバルセロナから、7人出してますよね。その前もそうですよ。ドイツワールドカップでもイタリア代表、ユベントスから選手かなりいたりとか。ですよね。もうここ数大会はその流れがはっきり出てます。出てますね。ただそれは、クラブチーム、クラブチームで、じゃスペインであればその時はバルセロナですよね。ドイツであればバイエルンっていうのは、要はヨーロッパのチャンピオンズリーグで優勝できるレベルの、選手じゃないですか。世界のトップリーグ、世界のトップリーグというチャンピオンズリーグの中にいるチームと、アジアのJリーグと、ACL って言っても、はっきりレベル低いですよね。それで、中国が金出しちゃようなタイトルのチームとやっぱり比べちゃられないので、で日本でいくら集めたらはっきりレベル低いですよ。それは絶対ヨーロッパやってる選手の方が全然レベル高いですよ。そうメンタルも含めてやっぱり。でもやっぱそのビッグクラブっていうのは絶対必要だと思うんですよね。やっぱ今の J リーグはトップレベルのチームでもなかなかそのビッグネームと言われる選手で連れてこれないじゃないですか。ホルランとかはいるんですよ。でやっぱそのためには今日本の J クラブって外国資本を入れることっていうのは禁じられてるので、要はやっぱ資金力に限界がある。でもそういう選手が入ってくることを外国資本を許可して入れていくっていうちょっとリスクを犯さない限りは、やっぱ J リーグは今のままのレベルからそんなに上がることってないでしょうし、J リーグのレベル上げることによってやっぱ代表強化につながるって本当理想的な形なので、それにはお金と時間が必要なんですね。そうですね。あと改革がしなきゃいけないな。でも日本だけで難しいと思いますよ。やっぱり中国とか韓国と組まないと無理だと思いますよ。それをみんな嫌がるんでね、やってないかもわかんないですけど。地域で底上げしよう。いやもうヨーロッパもそうですからね。別にスペインとイタリアとかドイツだけではいいわけじゃないんで、やっぱり全部地域として上げていったわけで、そこを地域として東アジアなのかあるいはアジアなのかわかんないですけど、そこまで広い目で見ないと、ビッグクラブっていうのはすごいシンプルな問題。いやー、五郎さん。いろいろお三方の指摘やっぱり参考になりますね。おっしゃる通りだと思いますよ本当に。実態が見えてきましたね。そうなんだ日本のサッカーというのは。さっき僕日本人監督はまだ早いって言ったんですけど、J リーグの監督ってのはありだと思うんですよ。外国人の監督が日本代表やるとか、それはありだと思うんですよ。だからそういう方向性でそのクラブが強くなってそこからっていうのはあるんじゃないかなと思いますね。あっという間に。すごい。予定をオーバーしてしまった。かなり時間オーバーしました。もうここで笛を吹かせていただきまあとにかくもうワールドカップの時だけわー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 騒いでもダメだってことですね。もうそれはもう素晴らしいまとめだと思います。田崎健太さん、北健一郎さん、清水秀人さん、お三方どうもありがとうございました。